こんにちは。マイマイ那覇古塚達夫です。さて今日は358ページ、クローズアップ人物、ここから読みたいと思います。瀬長亀次郎、1907から2004年、不屈の精神を持った内南中。瀬長亀次郎は富城紛り、現富城市の貧しい農家に生まれた。父親は亀次郎が3歳の時、ハワイに出稼ぎ移民として出かけていった。亀次郎も物心つく頃には、ヤギの草刈りなど家の手伝いをしていた。ある日、遊びに夢中になって草刈りを忘れてしまった。しつけに厳しかった祖父は罰として食事を半分に減らした。優しかった母はこっそりとヤギ小屋の裏に呼んで芋を持ってきて食べさせてくれた。そしていつものようにむしろのあやぬといあっちゅんどうむしろの線のようにまっすぐ生きるんだよと亀次郎を諭すのだった。1921大正10年、勉強のよくできた亀次郎は医学を志し、県立第二中学校現那覇高校に進学した。医者になることで貧しさから抜け出し、医療の立ち遅れていた沖縄の人々の役に立ちたいと考えていたからであった。ところが中学4年の時、亀次郎の人生を変える出来事が起こった。ハワイにいる父から呼び寄せられ、学校を中退して神戸に行くと、米国の対日移民法が改正され入国できなくなっていたのだ。仕方なく東京の私立中学に編入学することにした。ここで全ての人が平等に暮らす社会を目的とした社会主義運動に出会った。多くの貧しい人々の陰で一部の金持ちだけが豊かになる社会の仕組みに大きな矛盾を感じていたからであった。1927昭和2年、那覇高現鹿児島大学に合格した亀次郎だったが、翌年社会主義運動に関わったことを理由に逮捕され退学になった。当時の日本は社会主義運動を認めていなかったのだ。失意のうちに沖縄に戻った後、再度上京し、神奈川県で臨時工として働きながら労働運動に関わった。満州事変が勃発した頃のことであった。そんな中、亀次郎はまたもや逮捕され、2年後には沖縄の刑務所へ送られた。1935昭和10年、3年の刑期を終えた亀次郎は、知人の紹介で出会った西村文と結婚した。その後、新聞記者を経て兵隊となり、中国に送り出された。1940昭和15年に沖縄に戻ったが、戦争はますます激しくなり、ついに沖縄が戦場となった。沖縄戦が終わったとき、沖縄では4人に1人が亡くなっていた。亀次郎はもう二度とこのような残虐な戦争を起こしてはいけない。すべての人が平和に暮らせる社会を作るために頑張ろうと決意した。戦後、亀次郎は新聞社の社長をしながら政治活動を始め、1952昭和27年に琉球政府が設立されると立法院議員となった。その創立式典でのことである。すべての議員が米国民政府に忠誠を誓ったのに対し、亀次郎だけは座ったままそれを拒否した。以後アメリカにとって要注意人物となった。米軍は銃剣とブルドーザーで強制的に住民の土地を奪い、次々と軍事基地を拡大させていた。内南中の人権は無視され、米兵によって幼い子供が残虐に殺害されるという凶悪な事件さえ起こった。亀次郎はそんな理不尽な米軍支配がどうしても許せなかった。1956昭和31年、米軍にとってショッキングなことが起こった。圧倒的に不利な条件を押し切って亀次郎が那覇市長に当選したのである。すると米国民政府は那覇市への補助金を打ち切ったり、銀行に働きかけて融資をさせないなど、さまざまな手を使って妨害した。一方、
瀬長市政を支持する市民は率先して税金を納めることで亀次郎を応援した。その時の納税率は 97% にまで達したという。豪を煮やした米軍はついに法律を作って亀次郎を市長の座から追放した。その裏でアメリカを支持する沖縄の人々の力も働いていた。わずか11ヶ月余りの市長職だったが、その強い信念と勇気は沖縄住民に大きな自信を与えた。亀次郎は米国への抵抗のシンボルとして住民の先頭に立ち、平和憲法を持った日本への復帰を求めて戦い続けた。1972、昭和47年5月15日、沖縄の復帰は実現し、亀次郎も1970年、昭和45年の国会議員選挙に当選して以来、7期19年間、衆議院議員として沖縄のために活動を続けた。358ページの上にありますのが瀬長亀次郎さんの写真ですね。若い頃、内村千尋さんの提供のものです。福津館というですね、この瀬長亀次郎さんを扱った、資料館が那覇市内にはあります。一度訪ねてご覧になってはいかがでしょうか。それではさっきを、読んでいきましょう。歴史を探求する沖縄の大衆運動はどのような成果を勝ち取ったのか。裁判移送撤回運動と強硬二法阻止闘争。1960年代の半ばに沖縄住民の自治権拡大運動に重要な関わりを持つ2つの闘争が起こった。一つは1966、昭和41年に起こったサンマ裁判とトモリ裁判の裁判移送撤回運動である。サンマ裁判とは、サンマなどの輸入鮮魚に対する物品税が不当徴収に当たるとして払い戻しを求めた訴訟で、一審では原告が勝訴した。トモリ裁判とは、立法院議員選挙で当選したトモリ高虎が過去の選挙違反で被選挙権失格を宣言され、当選が無効となったことに不服を申し立てた訴訟である。2つの裁判とも、米国民政府が発した不令と関わっていたことから、両事件が琉球政府上訴裁判所に上訴されると、ワトソン高等弁務官は米国民政府裁判所へ裁判を移送するよう命じた。琉球政府裁判所が米国民政府の交付した不令の効力を審査し、これを無効とすることは米国の安全、財産、利益に影響を及ぼすというのが理由であった。琉球上訴裁判所は移送命令に応じた。当時は住民自治権の拡大が叫ばれていた時期で、立法院は直ちに裁判移送命令の撤回要請決議を全会一致で採択した。琉球の巡回裁判所、治安裁判所の判事も連署で抗議声明を出した。各市町村議会も次々と抗議決議を行い、労働団体や市民団体も共闘会議を組織して県民大会を開き、これを厳しく糾弾した。しかし高等弁務官は命令を撤回せず、ともりサンマ訴訟事件の審理を命じた。米国民政府裁判所で行われた移送裁判の判決は、トモリ高虎の立法議員の当選を認め、サンマの課税については物品税の項目は例示であり、サンマの項目がなくても課税の対象になるとして払い戻し請求を退けた。またそれとともに琉球裁判所にも部分的には法令の審査権があることを認めた。裁判移送撤回運動は裁判移送そのものを撤回させることはできなかったが、司法権の確立に向けて確実な歩みを進めることになった。もう一つは強硬二法阻止闘争である。強硬二法とは、地方教育公務員法と教育公務員特例法のことで、学校教職員の身分を本土並みに保障する法律であった。しかしその法案の中には、教職員の政治行為の制限、葬儀行為の禁止、勤務評定の実施事項などが含まれていたため、
教職委員会は反対の立場を取っていた。この法案が通過すると祖国復帰と自治権拡大闘争の中心的役割を担ってきた教職員の行動が制限されることになるからであった。主席公選が実現化してくると保守陣営にとっては革新共闘の要であった教職委員会の活動を放任しては主席公選を勝ち取ることは困難であった。教職員にしてもここで政治活動に制限が加えられると自治権拡大の要求のみならず復帰運動も抑圧されてしまうことになるので自らの身分保障を幾分犠牲にしてでも政治活動の自由を守らなければならなかった。政府与党の保守派にとっては必要な法案であり野党革新側にとってはどうしても阻止しなければならない法律であった。一度廃案になった法案であったが昭和41年5月に再度立法院へ送られた。教職委員会は連日100人余の会員を動員して立法院前でハンストを決行するなど激しく抵抗した。翌昭和42年2月24日、政府与党は警察力を総動員し、本会議で強行2法の強行採決を図ろうとした。しかし、教職員やこれを支持する民衆の阻止団は、警察隊の数をはるかに上回る2万人よりも膨れ上がり、逆に警備に当たった警察官を排除して立法院を包囲した。本会議は中止され、強行2法も廃案となった。議会内少数派が議会外の大衆行動の力を背景に法案を廃案に追い込んだのは日本の歴史に例のない戦後沖縄における大衆運動の成果として評価された。注釈の19番、米国民政府はこの判決を受けて法令を改正してサンマを課税対象に加えた。しかも課税は法令改正以前にまで遡って適用されることになった。これに対し中央巡回裁判所が改正法令は無効との判決を出し被告の琉球政府が上告 していた。しかも上訴裁判所での審理も完了し判決を待つばかりとなっていた。これがサンマ裁判の、当初の流れですね。そしてその次20番ですね。米国民政府は沖縄の裁判所が法令審査権を行使すると軍用地接収のための法令にも審査権が及ぶとして恐れた。民政府、米国の民政府としては、この法令そのものをですね、この勝手に琉球側、沖縄側がですね、審査をするということをとても恐れたわけです。そして21、その後ワトソン高等弁務官は更迭された。このともりさんま裁判の結果ですね、こうしたものを、受けて更迭をされたわけです。それでは361ページ。初の主席公選と国政選挙で沖縄は何を選択したのか。昭和43年、復帰に先駆けて実施された沖縄初の主席選挙では革新共闘の屋良朝苗1902-97年が基地の即時無条件全面返還を主張し本土との一体化政策を掲げた保守の西銘潤司1921-2001年を破り核も基地もない平和で豊かな沖縄県の実現を沖縄住民の最大公約数の意見としてまとめた。また革新側は行政主席選挙と合わせて行われた立法院議員選挙、那覇市長選挙でも圧勝した。三大選挙の直後、B-52 爆撃機が嘉手納基地で墜落して大爆発を起こした。B-52 撤去を要求する県民総決起大会は本土同胞へのアピールを決議した。もう一つの要求だった国政選挙は昭和45年に実施され5人の衆議院議員西銘潤司自民党国場交渉1921-89年自民党
安里摘千代、1903から86年、社会大衆党、上原浩介、1932から2017年、社会党、瀬永亀次郎、人民党、後に共産党と、2人の参議院議員、喜屋武新衛、1912から97年、革新共闘会議、稲嶺一郎、1905から89年、自民党が選ばれ、ここでも革新が多数を占めた。沖縄住民の圧倒的な支持による革新政権の誕生は、日米両政府に対する基地撤去への意思表示でもあった。しかし、1969、昭和44年11月に発表された日米共同宣言は、核抜き本土並み72年返還の基本方針を確定していたものの、日本政府が決定した復帰大策要綱は基地の存在を前提にしており、その多くは沖縄住民の要求からかけ離れたものであった。では23大選挙、この注釈見てみましょう。安賀高等弁務官は、基地が撤去されたら沖縄は立ちどころに芋と裸足の経済に戻るだろうと革新側の政策を牽制した。芋裸足論、これですけれども、沖縄本島北部あたりではですね、普段は芋を食べて、裸足で生活をすると、那覇に出ていた女の子たちが、お正月にきれいな格好をして帰ってくるときも、バスから降りるときには靴を脱いでですね、そして、村の中に戻っていったと、そういうような時代でしたから、この芋裸足論は、実際のですね、生活を知らない弁務官のですね、高等弁務官の、いわゆる革新側に対するイチャモンに過ぎなかったというふうに考えられています。さて23番ですね。国政参加選挙は、沖縄返還協定の承認に沖縄の代表者を形式的に参加させるための欺瞞的な選挙であるとして、沖縄県民の意思を無視した押し付けの返還を否定する意味でも、国政参加選挙を拒否するべきであるという運動もあった。国政参加拒否闘争、357ページ参照。ではちょっとその次の、27年間の米軍による占領統治の軌跡、ここを見てみましょう。第1期、1945年から1948年、沖縄の統治方針が定まらず、忘れられた島と呼ばれる。1948年、通貨を軍票 B 円に切り替える。第2期、1949年から1957年、米国の長期的な沖縄政策の方針が固まる。恒久的な米軍基地の建設が強制収容で行われ、島ぐるみ闘争が起こる。1950年、軍統政府が発足。奄美群島、沖縄群島、宮古群島、八重山群島にそれぞれ政府を創設。1951年、サンフランシスコ平和条約締結。第3条により南西諸島が米軍施政権下に置かれる。翌年4月28日発行。1952年、琉球政府発足。群島政府は廃止される。1953年、奄美群島の日本復帰なる。米国民政府土地収容令を交付。1954年、米国民政府が運用地代一括払いの方針を打ち出す。立法院土地を守る4原則を打ち出す。1956年、沖縄住民の要求を無視したプライス勧告に反対する島ぐるみ闘争を起こる。1957、反米的な瀬永市長が誕生すると、米国民政府は不令を改正して追放。第3期、1958年から1964年、軍用地問題が一応の決着を見て、通貨もドルに切り替えられて、沖縄経済も成長期に入る。キャラウェイ高等弁務官による、沖縄が独立しない限り自治は神話であるという抑圧的な政治が行われる一方で、復帰運動、自治権拡大要求運動が盛り上がる。1958年、毛和高等弁務官、軍用地代一括払いを中止、通貨を B 円からドルに切り替える。
1959年、石川市宮森小学校に米軍ジェット機墜落。1960年4月28日、沖縄県祖国復帰協議会結成。1963年、キャラウェイ高等弁務官、沖縄において自治は神話であると公言する。北緯27度線で本土日本の初の洋上交換沖縄返還要求中央国民大会が開かれる。第4期1965年から1972年、沖縄がベトナム戦争の基地として利用され、復帰運動とともに反戦平和運動が盛り上がりを見せる。佐藤首相が沖縄の祖国復帰が実現しない限り日本の戦後は終わらないと声明する。米国政府も沖縄の施政権を日本に返還した方が基地運営上も有利であると考え、72年返還を決定する。その間、初の琉球政府の主席公選と国政選挙が行われる。1965年、米の北ベトナム爆撃開始、北爆。佐藤首相来沖、沖縄が復帰しない限り日本の戦後は終わらないと声明。1968年、初の琉球政府の主席公選が行われ、即時無条件全面返還を掲げた革新の屋良朝苗が保守の西銘俊次候補を下して当選。 B-52 戦略爆撃機嘉手納基地で墜落爆発。1969年、佐藤ニクソン会談で沖縄の72年返還決まる。1970、戦後初の国政選挙が実施される。小座市現沖縄市で反米騒動起こる。1971年、沖縄返還協定に調印。米軍基地の毒ガスを移送する。1972年5月15日、沖縄の施政権が日本に返還される。自衛隊が沖縄に配備される。こういう流れで、ありました。さて、それでは返還前の沖縄の世相、ここを見てみたいと思います。 2.4 ジェネスト。1969年、ジェネスト、主要産業のすべての労働者がある目的を遂行するために揃って仕事を放棄して抗議すること。沖縄がベトナム戦争の爆撃基地となり、戦闘爆撃機 B-52 が嘉手納基地に常駐するようになると、復帰運動とともに反戦反基地運動が高まってきた。1968、昭和43年11月、戦後初の公選による主席が誕生して間もなく、嘉手納基地で離陸に失敗した B-52 が弾薬庫付近に墜落するという事故を起こした。事故のあった嘉手納村現嘉手納町ではすぐさま抗議集会が開かれ、12月には命を守る県民共闘、B-52 撤去と原子力潜水艦機構阻止県民共闘会議が結成された。翌69、昭和44年1月、命を守る県民共闘は B-52 が常駐して1年目にあたる2月4日にゼネストによる沖縄県民の徹底抗議を決定した。日米両政府にとっては佐藤ニクソン会談によって沖縄返還が現実化している時期でのゼネストは大変都合の悪いものであった。そのため日本政府は屋良主席に対し、ゼネストは沖縄の復帰を遅らせる恐れがあること、 B-52 の撤去の見通しがあることなどを理由にストを回避するよう圧力をかけてきた。屋良主席は不測の事態に陥る恐れのあるゼネストは回避するよう県民共闘会議に要請した。革新政権を守る立場からこれに従う組織が出てきたため、ゼネストは崩壊した。当日は豪雨の中、4万5000人の労働者や学生が結集し、 B-52 撤去などを要求する抗議集会が嘉手納総合グラウンドで行われた。ではアシャギを読んでみましょう。コザ反米騒動はなぜ起こったのか。1970、昭和45年12月19日夜11時過ぎ、コザ市現沖縄市中野町で陸軍病院所属の米兵が
道路横断中の軍雇用員を引いて怪我を負わせた。当時の沖縄はベトナム戦争の激化によって米兵の心がすさみ、彼らによる事件事故が多発していた。事故処理に当たっていた MP 米軍憲兵隊に現場周辺にいた群衆から不当な取り調べをしないよう抗議の声が投げかけられた。これまでもこうした事故で加害者の米人に無罪の判決が下されていたからである。その年の9月に糸満市で起こった主婦歴殺事件に対しても無罪判決が出されたばかりであった。事故を目撃していた人々は絶対にそんな不当な事故処理は許すまいと激高したのである。そのうち群衆が MP と加害者の米兵を取り囲み、一時険悪なムードになった。その場は小座所員の説得でひとまず騒ぎは収まった。ところが事故処理後、 MP が群衆に対して威嚇発砲したため、人々の不満が一気に爆発して、 MP カーや駐車中のキーナンバーの外人車両をひっくり返し、次々と火をつけて燃やし出したのである。深夜とはいえ年末だったこともあって、約5000人の人々が集まり、二十数年余りの抑圧された異民族支配の鬱憤を晴らすかのように群衆は暴徒と化した。警察本部は多数の警官を出動させて鎮圧に当たったが、なかなか騒ぎは収まらなかった。中には基地内にまで押し寄せる集団もいた。米軍は武装兵数百人を出動させ、ベトナム戦争でも使用したといわれる CS ガスなどを使って群衆を退却させようとした。しかし騒動は明け方まで続き、米人車両73台、嘉手納基地雇用事務所や米人小学校3棟などが焼かれた。基地の町コザで起こった事件は、日頃米軍に従順と思われた人々が中心となっていたので、米軍が受けたショックは大きかった。また復帰を間近に控えていた時期だっただけに、日米両政府に与えた影響も少なくなかった。注釈の24ですね。米兵が猛スピードによる蛇行運転で歩道に乗り上げ、主婦を歴殺して無罪になった事件、これ糸満の事件ですね。米国民政府はこの事件を再検証し、判決は誤審であるとの認識を持った。しかし事実を公開するのは生産的ではなく、ほぼ判決への批判を高めるだけとして、自らの判断を隠蔽した。この事実は2012年1月に米国民政府法務局が作成した機密報告書を沖縄公文書館が米国公文書館より入手し、明らかになった。このですねところでいきますと、ゼネストの、69年の 2.4 ゼネスト、やはりこのゼネストが起こるということが微妙な時期なもんですから、3年後にその復帰を控えているということでですね、強硬に行おうとする人々と、それから穏便に済まそうという人々とで、言うならば冷や水を浴びせられた、空中分解したような形になってしまったというものでした。それとコザ反米騒動ですね、これはですね、この基地経済に依存している町コザで起こったということがですね、非常に大きな衝撃でした。コザの町というのは、それこそその米国民政府によるですね、オホリミツなどの影響をもろに受ける歓楽街とか飲食店ですね、こういったところが集中していたためにですね、アメリカ軍人軍属がやってこないとなると、もう大打撃だったわけですね。そういうところで、起こったというだけにですね、非常に大きなショックを与えたというふうに言われています。では今回はここまでとしたいと思います。